いやー、しばらくの間、これはでもみんなちょっと、1時間後って言ってたよね。行動に移せないでしょう。僕らは口を聞こうともしなかった。前園さんや江ノ島さんの死がとつもなくショックなのは当然だけど、でもそれだけじゃなかった。そうだね、誰か犯人がいるっていうのが許せることじゃないもんな。この中にいる誰かが人を殺したという事実、怖すぎる。しかもその人物を突き止めなければ他の全員が処刑されてしまう。互いが互いに疑いの目を向け合っている状況、最悪の状況だった。まあマジでそうだな。ただそんな状況を逸した最悪の状況でも、彼女は動じた様子を見せていなかった。キリギリさんね、ね、落ち込んでいる場合じゃないわよ。それにこのままお互いをまるっきり信じないのはどうかと思うわ。まあそれはそうだ。それって互いをまるっきり信じるのと同じくらい悲惨な結果を生むはずだから。そうだね。はあ、うん、つまり協力は必要よ。そうだね。だってみんなで苦労を突き止めないと全員死んじゃうんだから。誰を信用して誰を信用しないかは自分次第だけどね。確かにいつまでも死因のことを引きずっていても仕方がありませんわね。ドライだな、セレス。なんなん、そんな言い方って。うー、朝比奈さんは怒るだろうな。かわいい、うん、私は何度も忠告してきたはずですよ。適応力のないものが死ぬのだと。適応できなかったり逆らったりするから人が死ぬのです。いやー、それはセレス言っちゃダメだよ。今死者への冒涜は絶対にダメだ、この状況で。自業自得ですわ。マジか、セレス。ちょっとこれから好きになっていけそうだと思ってたのに。まあでも厳しい環境で身を置き続けてきてたからこその意見なのかな、セレスは。ひどいよ。ちょっとひどいよ。いくらなんでもあんまりじゃん。今は誰が犯人なのかを突き止めるのが先を、まあここで争ってる場合じゃないね。そうでないと全員まとめて処刑されるだけ。その通りだ。さっさと犯人探しを始めるぞ。何笑てんねん、こいつ。そうだな。どの道我らは逃げられない。やるしかあるまい。まあそうだな。でも大神さんじゃないと思うんだよ。ナイフで刺されてたっぽかったからねえ。バイゾンさんは大神さんだったら拳で殴り殺すだろうから。なんなの、やるしかない。そうだね、本当にやるしかないんだね。いや、葛藤してんな。何が処刑だ、殺されてたばっか。クソ、やってやるよ。そうだな、やるしかない。誰もが口々にそうつぶやいていた。自らを奮い立たせるかのように。いやでもこの中で犯人のねやつも同じように言ってるって考えると、相当そいつはサイコパスだな。そうだ、やるしかないんだ。やりたくなくてもやるしかないんだ。それが生き残る唯一の術ならやるしかないんだ。それに僕は知らなくちゃいけない。そうだな、誰が前園さんを殺したのかを。ああ、そうだな、あんなにいい子がなんで。やっぱり、ナイギくんのことかばってくれたんじゃないのかな、もしかして。知るのは怖いけど、でも知らなくちゃいけないんだ。そうでなきゃ、僕は前園さんの死に納得がいかない。うん。だから、やるしかないんだ。前に進むためにね。うわぁ。とりあえずちょっと、喋りかける前に、モノクマファイル見てみる？いや、ちょっと、どうやって読むかわかんないな。じゃあちょっと、喋りかけれる人に喋っていくか？いや、でも、江ノ島さん、僕は江ノ島さんの死体にそっと手を触れてみた。映画やドラマで見るように彼女の手や首の脈を確かめてみたのだが、凄惨だ。いやー、本当に死んでる。それ以上は一切の言い争いもないほど彼女は完全に死んでいた。確かめるまでもないだろう。そんな傷を負われてあれだけの血を流して、なんで笑ってんだ白夜。生きている人間がいたらその方が驚きだ。ん？ん？ん？ちょっと待て。いや、やっぱりレクリエーションじゃないって気づいたのか、ここで。ちょっと、ま、待ってくれって。死んでるって。じゃあ、てかまだ前園さんの死も何？偽装だと思ってたの？なんだべ。実際この状況ってマジなん？イベントでもなんでもなくてマジってことだべ。急に抱き出したな。いやだ、助けてくれよ。一番能天気だったやつだからこそ一番メンタル弱いのかもな。ここから出してくれ、誰か。何よ今さら。まあそれはそう、深川さん口も開かない。それだけショックだったんだよな、きっと。本当か、殺してないか、もしかして。全員怪しく見えてきちゃうな。どうしよう、ここんな目の前で人が。いや、藤崎さんは絶対やってないと思うんだよな俺。おお、やるわけないでしょ。いや、ひふみくんも声聞けないのか、口聞けないのか。現在意識を再起動中なり、しばらくお待ちください。山田くんもやってないのかな。
我らは逃げられない、やるしかあるまい。まあこれは力強い言葉だね、ハガクレ君。誰か出してくれ、誰かここから出してくれ。もう使い物にならなくなってんな。大和田モンド君は、これが現実だと。あのクマ野郎、まあ喧嘩はしてもね、人を殺したりはしないだろうからね、暴走族は。キリキリさん、ね、前蔵さん殺しの調査を始める前に現場の保全はどうする。現場の保全現場が荒らされないための見張り役のことだろう。お、犯人に証拠を隠滅されてしまっては手詰まりになりかねん。なるほどね、うん、だったら俺が見張り役をやってやんよ。どうせ考えるのは得意じゃねえしな。あの女を殺した犯人の件はてめえらに任せる、うん、じゃあ現場の見張り役は大田に任せるとして、いやこいつ一人で見張りをさせるわけにはいかんな。まあそうだね、大和田くんがもし犯人だった場合、証拠の隠滅がたやすくなっちゃうもんな。なんでだよ。黙れ。当然だろ、お前が犯人だったらどうするんだ。見張り役と称していくらでも証拠隠滅が可能となる。てめえ。ならば、ならば我も見張りをやろう。それで問題はあるまい。大和田モンド殿と大神桜殿との 2P 協力プレイ、まさに最強の見張り役ですな。操作できない我らのために貴様らはしっかりと頼むぞ。まあこれは頼もしい2人かもな。でも怖いけどやってみるよ。朝比奈さん、嫌だけど犯人を見つけるしかないんだよね。そうだね、じゃなきゃこっちも殺されちゃうんだもんね。いやこんないい子なのに、もし犯人だったらって考えるとちょっと怖いけどな。いや犯人じゃないと思いたいな、セレス。あら、うふふ、気づいてしまいましたわ。何、なんだよ気づいたって。何だよ。先ほど配られたモノクマファイルに目を通していたのですが、いや俺にも見せてよそれ。とても簡単でとても妙なことに気づいたのです。ほう、何のことご覧になってください。前園沙耶香さんの死亡現場は苗木誠の個室となっていますわよ。まあそうだね、部屋交換 したからね。本当だ。じゃあもしかしてっていうか、みんなそれだって苗木くんが倒れてたの苗木くんの部屋なんだから、その時点で気づくんじゃないの。みんなの視線が一斉に僕へと向けられた。ちょっと待ってよ、違うんだって。僕は一晩だけ前園さんと部屋を交換していただけなんだ。それっていうのも彼女が怯えていたから。嘘くさいわね。真実だけ言いなさいよ。みんなの目つきはさっきまでと明らかに変わっていた。え、これ苗木くんが疑われるパターンになんの。疑惑と恐怖の込められた眼差し、つまり僕が疑われてる。じゃあ話し合いはもういいわね。そろそろ捜査を始めましょう。ここからは別行動よ。誰が前園さんを殺したのか、その答えにたどり着くために根拠となる手がかりを集め、そこから推理を組み立て正しい判断を下さなければならないわ。もし間違った答えを出してしまえば、それはその先は言わなくてもいいわね。言わないでほしい。まあ全員死ぬもんな。ちょっとまだ全員に喋りかけられなかったけど、キリギリさんとセレスに喋りかけるのが条件だったのかな。健闘を祈るわ。キリギリさんはそう言い残し、そう葬儀体育館は後にした。じゃあな、俺も行くぞ。なんかこの二人ちょっとかっこいいな、去り方。キリギリさんに続くようにして、トガミ君も僕らの前から去っていく。うん、おっと、俺らは見張り役だったな。急いで現場に向かわねえとな。ああそうだな。てめえらに言っとくぞ。もしここに犯人がいて証拠を隠滅しようとしてんなら、俺が先に見つけたら処刑の前にぶっ殺す。マジで完璧にぐちゃっと潰す。そんな物騒な言葉を残し、大和田君と大神さんは足早に走り去っていった。あのさ、でもさ、刑事でも探偵でもないのに殺人の捜査なんて。そうだよね、何をすればいいのかな。どうせ別に何もしなくてもいいんじゃない。前園さやかを殺した犯人なんて分かりきってるし。いや深川さん、苗木君だって言いたいんだ。それってまさか あんたのことよ。だから僕は違うって。うおー、寄らないでよ、私まで殺す系。こんな差分もあるんだ。とにかくやるだけやってみようよ。まだ苗木が犯人って決まったわけでもないんだし、そうですな、調べるだけ調べてみましょう。私は捜査なんてやろうにもできないけど。どうしてだよ。そうだね、なんで苦手なのよ。違う、あ、そうなんだ。血を見ると倒れちゃうの。まあいいか、誰もお目に期待してねえしな。そんなこと言うなよ、たださえ気にしいなのに。じゃあ俺も行くかな。こいつあれだな、ちょっとオタクの子とか、まあ、いわゆる陰キャって言われてる子をめちゃくちゃ見下してるタイプだな。ちょっと待って、行っちゃう前に僕の話を。そんな声も虚しく、みんなはゾロゾロ体感を後にしてしまった。これまずいでしょ、疑いの視線を僕に向けたままで。いやまずいでしょこれは。みんな本当に僕が犯人だと思ってるのか。ちょっといきなりピンチだね。大逆転しないと、ここから逆転裁判だ。つまりどうしてそうなるんだよ。あんまり逆転裁判とか言うの良くないね、やめよう。そんなわけないじゃないか。
どうしてもクが前園さんを殺さなきゃならないんだよ。なんとかしないと。このままじゃみんな処刑は処刑だよ、処刑。もし苗木くんが殺された場合はね、黒以外全員死んじゃうんだから。電気椅子でブリブ、そんなことになってたまるか。モノクマの思い通りにはさせない。だったら僕が犯人を見つけてみせる。そうだね、マイドンさんを殺した犯人を絶対に許せないしね。そもそもが捜査開始。まずはさっき配られたモノクマファイルに目を通しておこう。被害者は前園さやか、死亡時刻は午前1時半頃ね。死体派遣現場となったのは寄宿舎エリアにある苗木誠の個室。被害者はそのシャワールームで死亡していた。致命傷は刃物で刺された腹部の傷、その他右手首に打撃痕あり。打撃痕、打撃痕なる右手首は骨折。そんなに激しく痛めつけられたのか。これをもとに捜査を進めていくしかないのか。何とかして突き止めないと。僕やみんなが生き残るために、そして前園さんのためにも、絶対に前園さんが殺された理由を突き止めるんだ。いやー、モノクマファイル1を手帳に記録しました。言霊メニューで確認ができますと。マジかー。いやー、じゃあちょっと情報いろいろ調べてみるか。藤崎さん、藤崎さんは捜査に行かないの？でも江ノ島さんを置いていったら かわいそうだから。いい子すぎる、マジで。一緒にいてあげないと。ハガクル君は、うー、嫌だ、リアルの話、こんな場所で死にたくねって。いや、そりゃそうだよ、みんな。お願い、助けてください。神様、仏様、女神様、宇宙神様、海王神様。最後だけドラゴンボールのキャラにお願いすんな。誰でもいいから助けてください。ハガクル君は捜査ところじゃなさそうだな。まあ、さっきまでね、オリエンテーションだとまだ思ってた部分があったんだろうからね。今更ショック受けてるから、みんなよりちょっと行動はしづらいよね。監視カメラは？こんなカメラで僕らを監視して、誰がどんな目的で。まあ、今はそんなことは結構どうでもいいよな。そうだ、このモノクマが映るモニター、ここに事件の手がかりがあるわけない。捜査に集中しよう。言霊モノクマファイル。被害者は前園さやかで、死亡時間は午前1時半頃。死体発見現場となったのは寄宿舎エリアの苗木の部屋。午前1時半頃に死んでるんだ。被害者はシャワールームで死亡。腹部に刃物が刺さっているほか、右手首を骨折している模様。だからこれ相当激しくぶつかり合ったってことだよね。いやー、ちょっとマジで許せんけど、とりあえず現場検証行くか。あ、これ今はワープできないんだ。歩いていくしかないんだ。なるほどね。じゃあちょっと歩いていくか。いやー、でもな、マジでちょっとショッキングすぎるんだよな、いろいろと。まあ、この辺調べれることは特にないかな。ないかな。一回ちょっと出ようか。とにかくまずは現場となった僕の部屋に行こう。あそこを調べない限り何も始まらないんだ。そうだな、行くの辛いけどな。ああ、ここは自動なんだな。そして僕は向かった。前園さんの死体があるはずの僕の部屋へと。ああ、辛いな。まずはこの部屋の状況を詳しく調べてみよう。そうすれば何かわかるかもしれない。そうだね。なんか争った跡みたいなのは間違いなくめちゃくちゃあるもんな、これ。おお、とりあえずベッド調べてみるか。1時半ってことは寝てるタイミングで襲われたんじゃないのか。ベッドに傷つけられたような跡。ここで何があったんだ。っていうか激しすぎない、この刀の跡とかが。これで争ったってことなのかな。これって僕がご使用に持ち帰ってきた金箔の模擬刀だ。これが事件に使われたってことか。いや、でもこれじゃなかったでしょ、刺さってたのは。鞘から抜かれた抜き目の状態になっている。ほう、投資を見るのは初めてだけど、やっぱり金箔でコーティングされてたんだ。それに刃の部分と模試の絵の部分の塗装が所々剥がれている。やっぱこれで争いにはなったのか。特に絵の部分は塗装の剥がれが激しいみたいだ。だから思いっきり握ってたってことだよね。確かこの金箔の模擬刀ってちょっと触っただけでも金箔がついちゃうんだったな。おー。あー、これが証拠になるんだね。金箔の模擬刀抜き目を手帳に記録しました。はいはいはい。鞘は？これって僕がご使用に持ち帰ってきた金箔の模擬刀だ。ほうほうほう。刀が抜かれてて鞘だけになってるけど、あれ
鞘に傷があるな、刃物かなんかで切りつけられたみたいな傷だ、やっぱりナイフで襲われたところをこれで防御したっていうことなんじゃないのかな。でもどうして鞘なんかに切りつけられた傷が、この武器刀が争いに使われたにしても鞘に傷があるのは不自然だ。いや不自然か。おお。いやだからあの刺さってたナイフで襲われたってことなんでしょ。こんな重いだけの鞘は邪魔でしかないし、争いの最中に鞘が抜ける心配だってある。なのにどうしてこの鞘に刃物の傷が、これでガードしたってことじゃないのかな。おお。木造が置いてあったスタンドだ。おお。鍵、床に鍵が落ちている。僕の名前のキーホルダーがついた鍵だ。確かこれって交換したよね、マイノさんと。なんで部屋の中に落ちてるんだ。まあ部屋の中に落ちてるのは普通か。おお。部屋を交換したとき、僕たちは鍵も一緒に交換したんだ。つまりこの鍵はずっとこの部屋で前蔵さんが持っていたはずだ。待てよ、だとすると、そもそも犯人はどうやってこの部屋に入ったんだ。そうだよね。前蔵さんが鍵をかけ忘れた。いや、そうだね。そんなわけないよ。だって、あんだけ怖がってたんだから。前蔵さんも誰か来ても絶対にドアを開けちゃダメだよ。内宮だと分かっても、そうだね。ここまで言ってたんだから、開けるわけないよね、これは。そう言ってた彼女が鍵をかけ忘れたり、自分からドアを開けたとは考えられない。じゃあ、落とした鍵を盗まれたとか、いや、それもないでしょう。うん。部屋を交換した後、前園さんはそのまま部屋に残っていたんだ。怯えてた彼女が出歩くはずがない。つまり鍵を盗まれる機会もなかったはずだ。だったら犯人はどうやって。おお、そうだね。部屋の交換について手帳に記録しました。とりあえず、情報集め、やっていこうか。おお。引き出しの中には工具セットが入っている。おお、未開封のままのままか、これは。当たり前か。おお。っていうか、この工具セットを使うシチュエーションなんてあるのか。うん、おめえもそう思ったか。おお、大和田くん。大和田くん。おめえも使ってねえか。そうだよな。工作や日曜大工って気分でもねえしな。大和田くんも使ってないの？俺だけじゃねえ。他の連中もそうみたいだぜ。ちょうど昨日くらいにその話になったんだよ。そういや、男連中は誰も工具セットなんぞ使ってねえってよ。まあ当たり前だけどな。ほう、工具セットを手帳に記録しました。これもまあ証拠になるか、そりゃ。でこれコロコロ、あれ、この定着、あ、粘着テープクリーナー、いつの間にかテープの残量がかなり減ってる。マジか。僕の部屋が汚れているのを見かねて前園さんが掃除でもしたのかな。え、なんか証拠隠滅に使ったとかっていうことはないの、これを。ほう、ないのか、それは。メモ帳があるけど、これはきっと事件には関係してないよな。おー、あと調べれるところはもうモニターと、監視カメラとテーブルぐらい？ほう。まあ、この辺は多分調べてもね、特に何にもないだろうけど、一応調べるけどね。ほう。止めもしないで見てたんだ。まあ、それはそう。止める必要はないもんな、黒幕からしたら。じゃあちょっと、大神さんとキリギリさんに喋ってみる。あ、そうだ、この争いの後、これ見てないな。部屋のベッドや壁に傷つけられたような跡がいくつもある。争った形跡ってやつか。つまりこの部屋では確実に争い事があったはずだ。くそ、隣の部屋にいた僕が気づいていれば、まあ完全防音らしいからね。待て、それは無理な話だ。え、前に聞かなかったか、この個室は完全防音になっている。つまり隣の部屋で何かあろうともそれに気づくことは不可能。壁ドンとかでも分かんないのかな。だが、あるいはこれもモノクマの策略かもしれんな。殺人が起きるのにうってつけの環境自体が。争った痕跡を手帳に記録しました。形跡。大神さんも僕が犯人だと思ってるの？おい、我には推理などできぬ。貴様が犯人かどうかなど我には分からぬ。ああ、あくまで中立なんだ。自分が見えているものしか信じないタイプだね。我は従うだけだ。貴様らが出した結論にな。推理はしないんだもん。まあそうだね。だってここで、現場の保全役なんだもんな。大和田くんは？そういや。見張りをしてて気づいたんだけどよ。何？すでに犯人が証拠を隠滅したって可能性もあるよな。例えば死体が発見される前とかによ。ああ、まあ苗木くんならそれが可能だよね、これは。こっちの寄宿舎にはゴミ捨て場もあったしな。あそこで処分してっかもしんねえぞ。その可能性はあるかも。クソ野郎が！
大体よ、俺は女に手を挙げるやつが許せねえんだ。そんなやつは万死に値する。そう兄貴に教わったんだ。ああ、なるほどね。じゃあこれからもし女の人が殺されることがあったとしても、まあ大和田くんが犯人ではなさそうだね。つうわけで埋蔵の殺したやつは許せねえ。余裕でメリット殺す。でもさ、犯人が女の子だったら、そん時はそん時だ。ああ。まあ自分はその時は自分が殺すことはないよってことだね。キリギリさん、あのさ、キリギリさん、僕は現場で捜査している彼女にそっと声をかけてみたのだが、おう、ガムシ、お、何やったの。おう、フルボイスだ。見ればわかるでしょ。めっちゃ可愛いな、キリギリさん。いや、わかんないけど。捜査よ。捜査って？彼女は膝を畳んだ姿勢で僕の部屋の隅を隅々までじっくり見回していた。コンタクトでも落とした。いや、そんなわけない。お、なんか内君余裕あんな。なんか冗談言う余裕あんな。おお、なんかキリギリさん、こういう操作とかなんか探偵っぽいことが得意だったりするのかな。なんか手袋とかちょっとそれっぽいもんね。よくわからないけど、ものすごく集中しているみたいだ。とその直後、不意に彼女は立ち上がった。そして、あなた潔癖症？え、いや違うけど。すると彼女は小さくうなずきながら僕の部屋の床を見回すようにしていった。なるほどね。おー、そうか、掃除されてるからってことか。埃が落ちてないぞってことね。何が、なるほど、あのクリーナー使われてたって言ってたもんね、コロコロが。ね、やっぱりこの部屋ってちょっと妙だわ。何がよ、教えてよ。どこが？それは床を隅々まで調べてみたんだけど、この部屋には髪の毛が一本たりとも落ちていなかったわ。いや確かにそれは変だ。一本も、確かにみんな髪色特徴的だから髪の毛が落ちていたらそれでワンチャンわかるもんな、ええ、被害者となった前園さんのものはもちろん、部屋の持ち主であるあなたのものもね。そういえば僕もさっき調べていた時に気づいたんだけどさ、僕の部屋の粘着テープクリーナーがいつの間にか使われていたみたいなんだ。もしかして誰かがあれを使って。なるほどね。おー、証拠隠滅されてるんだな。髪の毛一本落ちていない部屋、いつの間にか使用されていたテープクリーナー、つまりあなた以外の誰かがこの部屋を掃除したってことになるわね。それって埋蔵さんが、それとも犯人が、まあそこまではまだわからないんじゃないかな。どうでしょうね。おお、苗木の部屋の清掃状況を手帳に記録。おお、じゃああとはシャワールーム行きたくねー。いやー、行きたくねー、マジで。うわー、あー嫌だな。ダメだ、弱気になっちゃダメだ。立ち止まってる暇なんてないんだ。そうだね、真相を明らかにしないと。必死に自分に言い聞かせつつ、僕はシャワールームへと足を踏み入れた。うわっ、そこには夢でも錯覚でもなく変わり果てた彼女が存在していた。埋蔵さん、涙と吐き気と立ちくらみがほぼ同時に僕を去った。いや辛いな、苗木くん、これは。だけど、ひるんでいられない。どうして埋蔵さんが殺されなければならなかったのか。僕はその真相を解き明かさなくちゃならないんだ。そうだね。倒れそうな僕の背中を支えてくれたのはそんな決意だった。頑張ろう。辛いけど、うわぁ！ふぅ、マジか。いや、ちょっと調べよう、頑張って。シャワーヘッド、調べれるところは。やっぱこのダイイングメッセージらしきものと、埋蔵さんとシャワーヘッドか。でも、なんで服を着てるんだ？ここに逃げ込んだってことなのかな？このシャワーって、あ、そうかそうか、そうだ。そもそも夜は水が出ないから、シャワー埋蔵さん浴びるわけないから、服を着てるのは変じゃないわ。おー、夜時間は出ない。うわ、こっちが気になるな、先に。僕は埋蔵さんの背中越しに後ろの壁を覗き込んだ。勇気あるな、苗木くん、辛いだろうに。そこには、あ、11037。11037、なんだこれ。おお、これって埋蔵さんが残したのか。いや、これ手帳に記録しないの？埋蔵さん調べる？いや、きついな。でも凶器を見ないとな。正直、直視するのも辛い。けどそんなこと言ってる場合じゃない。そうだね。僕は手元のモノクマファイルをもとに埋蔵さんの死体の状況の確認を始めた。お腹に刃物が刺さっている。なんかキッチン包丁みたいなのが刺さってんね。これが致命傷か。でもこの刃物ってどこから持ってきたものなんだ。そうだよね、だって
この部屋にはそもそもないものだね。キッチンにしかないんじゃない。でもキッチンもあるもんな、食堂のところに。刃物がありそうな場所を後で調べておく必要があるかも。ゴミ捨て場とキッチンをちょっと調べようってことか。ああ、右手首骨折、そうだね。うわぁ、腫れと出血があるみたい。おお。でもこの腫れた部分、何かキラキラ光っているものが付着している。ああ、金箔だね、これは。じゃあ右手首の腫れ、そこに付着したキラキラ光るもの、なんだ、模擬刀で殴られたのかな。あれって切れ味はないだろうから、ちょっと気になるな。他に気になるのは、あれ、前園さんの左手、人差し指だけ血がついている。両手とも手のひらは綺麗なままのなのに、左手の人差し指だけどうして。確かにそうだね。刺された傷口を押さえたにしてはそこにだけ血がつくのは変だもんな。おお、埋蔵の手首を手帳に記録。致命傷は腹部の刺し傷だから、右手首を骨折したのはまあ揉み合ってる時だよね。おお、だって死んだ後に骨折する理由なんて考えられないからな。とするとこの傷って部屋で争いがあった時に負った傷なのかも。犯人は部屋で埋蔵さんに襲いかかり、そこで埋蔵さんは手首を骨折させた。うわー、マジで死んだ。その後前園さんはこのシャワールームに追い詰められ、刃物予定しましょう。うわぁ、必要にやられたんだな、本当に。まあでも、殺人未遂でね、帰るわけにはいかないもんな。そのこと喋られたら、後々不利だしな。もう調べれるところはないか。じゃあちょっとゴミ捨て場とキッチン回ってみるか。どうやら内下くん見つけたみたいね。シャワールームの血文字、おそらくあれはダイイングメッセージよ。ほう、血文字なんて初めて見たよ。本当に最後のメッセージだね。あれは命そのもので書かれてるんだ。そう、詩人みたいなことを言うのね。いやー、そりゃ前園さんに関することだからね。でもあの血文字ってどういう意味なんだろう。11037、ほう、全く心当たりがないんだけど。それはあの血文字は彼女の背中で隠れるような場所に残してあった。前園さんがあの再生のままあの場所に字を書いたのだとしたら、手だけを背中の後ろに回した状態で書いたことになるわね。あ、だからあれか、指に血がついてたのか。あ、それはそうか、俺ちょっとバカだったな。ダイイングメッセージを残したってことだ。そんな状態で血を書いたらどんな風になるか。あ、反対向きになるんだ。ほう、さあ、あなたが自分で考えるのね。だから11037じゃないんだ、本当は。この事件の謎はあなたが突き止めるべき。ああ、そうだね、それは。でないときっと納得できないまま終わってしまうことになるから。いや、優しいな、キリキリさん。なんか、苗木くんのことは犯人じゃないって、ちょっと信じてくれてるのかな、これは。なんのことかわからないけど、とにかく教えてくれないってことか。おお、これ、反対から見たら？え？ちょっと待って。逆向きなんじゃないのって思ったから、今さ、ひっくり返して、逆から見たけど、めちゃくちゃ、なんか、普通に単語になってるけど大丈夫？ダイイングメッセージの意味、キリギリさんには分かってるみたいだけど、正直僕にはさっぱりだな。マジで？そうだ、数字のことならあの人に聞いているのもいいかもしれない。超高校級のプログラマーのあの人。ナイギ君。それともう一つ、あなたに聞きたいことがあるんだけど。あのシャワールーム、ドアが壊れているのはどうしてかしら？壊れてる？ああ、立て付けのこと？立て付け？僕の部屋のシャワールームのドアだけ立て付けが悪いらしいんだよ。僕も最初は鍵がかかってんのかなって思ったんだけど、でもコツをつかめば簡単に開けられるよ。でも、ドアは壊されて突破されてるんだね。そう。そう、シャワールームの立て付けが悪かったのね。だけど私が言ってるのはドアノブの故障のことよ。は、ドアノブ？そうよ。気づかなかったの？ならシャワールームのドアを閉じてみなさい。そうすればすぐにわかるわ。僕はキリギリさんに言われるままにシャワールームのドアを閉じてみた。すると、おー、やっぱ壊れてんな。歪んでんもんね。あれ？あのシャワールームのドアノブ、なんだこれ？ドアノブが外れかかってる。なんでこんなことに？これ工具セット使ってるくない？どうやらきっとドライバーかなんかを使ってドアのネジを外したんでしょうね。とにかくネジが外されているなんて明らかに意図的なものだわ。そうだね。おお。ネジを意図的に外した？でもどうして？それは鍵を壊そうとしてドアノブごと壊したとか。でも僕の部屋のシャワールームには鍵なんてかからないんだよ。だってシャワールームに鍵がかかるのは女子の部屋だけだったはずでしょ。すると彼女はしばし思案顔を続けた後、急に思いついたように僕に質問を投げてよこした。ちょっと苗木くん、ちょっと聞きたいんだけど、さっきあなたが言っていたシャワールームの立て付けの件、あれって誰かに話した？いや、前園さんにしか話してないよね、これ。
おお、マイドさんには話したよ。昨日の夜部屋を交換した時にね。つまり知っていたのはあなたとマイドさんだけ。なるほどね。おお、彼女の口元は小さく歪んでいた。面白くなってきたとでも言わんばかりに、いやー、なんか推理するのが好きなんだろうな。なるほどね。これではっきりしたわ。何がはっきり、さっぱりだけど。じゃあね。じゃあまた後でね、犯人が誰かはっきり分かったってことでしょ。まあ工具セットが使える男で、まあダイイングメッセージがあったからな。会話が噛み合っていないことなど気にも留めず、彼女はさっさと部屋を後にしてしまった。あ、シャワールームのドアノブを手帳に記録しました。言葉メニューで確認できます。なんだかよくわからないけど、僕もこの部屋のことは一通り調べたし、他の場所にも行ってみるか。凶器の刃物があったと思われる場所も調べなきゃいけないし、それに、マイドノさんが持っていた DVD。マイドノさんが殺された今、あの DVD の中身は自分で確認するしかないよな。そうだな。今となってはもうこれを見るのは仕方ないことだ。マイドノさんが焦ってた理由とかも知りたいしね。それ以外にも捜査した方がいい場所があるかもしれない。他のみんなの意見も聞いてみるか。話してくれればだけど。そうだな。みんなは苗木がやったと思ってんだもんな。じゃあとりあえず行ってみるか。うん、外に出よう。あ、じゃあマイドノさんの部屋にそんで行って DVD を回収しよう。まず、あれ、ここって僕の部屋だよな。ネームプレートがマイドノさんの部屋になってるけど、え、あ、ってことはこれマイドノさん部屋を交換した後にネームプレートを入れ替えたんだ。その苗木くんに被害がいかないように、そういうことかな。ほう、うわちょっとね、これね、これさ、後ろ出て書いたって言ってるからさ、後ろ出て書いたら反対になるよねっていう意味でさ、その反転させてみたんだけどさ、もうレオンって書いてあんのよ、明らかに。だからそれを信じるんだったらもう 120% こいつなのね。こいつなんかすげえさ、あの DVD 見させられたと切羽詰まってる雰囲気出てたからさ、でもさ、なんか前園さんに対して憧れっていうか、なんかね、歌手になりたいって言ってたから、そういう同じ業界の人に対してそんなことするかな。どうなんだろうな、ちょっと話聞いてみないと分かんないかな。なんか変じゃね？何が？モノクマファイルによると、マイドノが殺されたのってお前の部屋ってことになってんのに、ほう。どう考えても変だよな。あのネームプレートがおかしいんか？ああ、なるほどね。まあ、ネームプレート交換したっていうことは分かってないのかな？おお、白夜くん。妙だな。マイドノさやかはどうしてお前の部屋で死んでいたんだ？ああ、交換したんだよ。お前が犯人だからか？違うよ。僕とマイドノさんは昨日の夜は部屋を交換していて。おお、信じてくれるかな。明らさまに疑っ、あからさまに疑ってる目つきだな。万が一お前の言葉が本当だとしても、前園さやかの死の責任はお前にあるんじゃないのか。まあそれはそうかもしれないな。何を言われても一緒にいるべきだったかもしれない。これはえ、前園さやかはお前と部屋を交換したせいで殺された。そうは考えられないか。あ、やっぱりそれか。そうか、苗木くんを狙ってて、で、マイドさんはそれに気づいたから部屋を交換して、二人ではいるわけにはいかないって言って、自分が犠牲になることを選んだ可能性があるってこと？あんなに外に出たがってたのに、苗木くんのためにって？マイドさんが殺されたのは部屋の交換のせい。僕が部屋を変わってあげたせいで彼女は死んだ。マイドさんは僕の代わりに殺された？まあ、あくまで可能性の話だがな。そんな、もしそうだとしたら僕は、うわー、えぐいこと言うな。じゃあこのネームプレートは、マイドノさんが交換したわけじゃなくて、犯人が交換したってことなのかな。苗木くんを狙っていたのがバレないように。おー、どうなんだろう。とりあえずちょっとひふみに話そう。むむ。おかしいですな。どうした？なぜ故にマイドノさやか殿は苗木誠殿の部屋で、苗木誠殿、これだけは言っておきますが、そこのトラッシュルームで証拠処分なんてことはこの僕がさせませんからな。僕を怪しんでいるのかな。まあ怪しんではいるだろうな、そら。まあでもトラッシュルームに行けっていうことは分かったね。あ、ここか、トラッシュルーム。ほうほうほう。まあ食堂とトラッシュルームをあとは調べようっていうことかな。まあ話はもう全員に聞いたからね。オッケーオッケー。じゃあとりあえずマイドノさんの部屋行ってみようかな。あれ、ここってマイゾンさんの部屋だよな。ネームプレートが僕の部屋になってるけど、
僕の部屋と前蔵さんの部屋のネームプレートが入れ替えられてる。せっかくみんなに内緒で部屋を交換したのに、これじゃ意味がないじゃないか。誰がどうしてこんなことを。おー、コシスのネームプレート。まあ、とりあえず部屋に入ろう。DVD 回収しないといけないからね。入れるからね、部屋には。おー。一通り昨日調べてるからな。何も変わってないでしょ、ここは。前園さん、ダメだ、落ち込んでる場合じゃない。何か手がかりは、ここにはないよな。やっぱりそうか。ベッドとかにも、ないよね。ああ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、お、モノコメダル。ゴミ箱だね、とりあえず。確かこのゴミ箱の中には、あった前園さんに配られた DVD だ。この映像を見た後、前園さんはやたら取り乱したんだよな。ここに何が映ってるんだ。事件とは直接関係ないかもしれないけど、確かめておいた方がいいはずだ。そうだね。前園さんごめん。この DVD 借りていくよ。律儀だな。よーし、じゃあちょっとトラッシュルーム行こうか。一通り調べたからね、部屋は今。他の部屋には入れないよね、やっぱり。おー、そうだね。ここだよね、トラッシュルーム。ゴミ箱マークの。おー、あ、そうか。あれ、焼却炉になってんのか。なるほどね。床に扉がある。ガタガタガタ。え？開かない鍵が、開けようとしたのね。まあ、これは、さっきも調べたあれだよな。まあ、防犯カメラ。おー。で、モニター。シャッターの開閉スイッチで、シャッターそのもの。鉄格子が邪魔で中に入れないな。おお、登場だよ。びっくりした。ここは終着駅。そう、ゴミ捨て場、名付けてトラッシュルーム。この鉄格子はどうやったら。ダメダメ、こっから先は入れないよ。掃除当番以外は入れないよ。掃除当番。ダメダメ、こっから先は入れないよ。掃除当番以外は入れない。なんか急に NPC みたいになったな、こいつ、ゲームの。掃除当番って誰のことだよ。ダメダメ。うわぁ。こっから先は入れないよ。RPG の同じことばっかり喋る NPC 気分か、お前。話にならないな。みんなに聞いてもらった方が早いか。ダメダメ。うるせえ、マジで。掃除当番を手帳に記録。掃除当番っていうのがいるのか。誰が掃除当番なんだろう。ちょっと、キッチンに行く前に、聞いてみるか、みんなに。あのさ、掃除当番を探してるんだけど。掃除当番？ああ、それなら僕ですが、それが何か。ああ、そうなの？昨日の朝、モノクマに頼まれたんですよ。掃除当番がいないと、学園中がゴミだらけになってしまうとのことでしたので、私めが立候補したのです。あ、綺麗好きではあるんだな、ひふみ。本当は今朝から始める予定だったのですが、あんなことがあったせいで実動は まだですがね。掃除当番ってトラッシュルームの鉄格子を開けられるの？あ、それはひふみについてきてもらったらでかいね。当然でしょう。掃除当番は集めたゴミをトラッシュルームに廃棄しなければならないのです。トラッシュルームの鉄格子を開ける鍵もちゃんと受け取ってますがな。なんで急に関西弁になってお前。ちなみに掃除当番は1週間ごとの交代制らしいので、そのうち前苗木誠殿も担当することがあるでしょう。ちょっと待てよ。トラッシュルームに入るには鍵が必要。その鍵は掃除当番だけに持たされる。何が引っかかってんだ。なぜそんな面倒をする必要がある。トラッシュルームを開放して各々が廃棄できるようにしたらいいはずだ。確かにそっちの方が効率的だよね。つまりひょっとすると、まあ証拠の隠滅だとか殺人のあれが分かりにくくなっちゃうからなんじゃないの。操作しやすいようになんじゃないのかな、これは。ほう、このルールだよね。そういうことか。ほう、だからまあ誰が黒かっていうのをある程度は絞りやすくさせてるんじゃないの。全員がトラッシュルームに自由に出入りするようになってしまったら、証拠隠滅が簡単になってしまう。つまりスリルがなくてつまらなくなる。やっぱそうだよね。つまらないって。つーかさ、そんなことより、おいこら、おいブーデー、てめえなんでそういうそばに立候補しやがった。まあ確かに怪しいよね。あのダイイングメッセージに書かれていたのはおそらく君の名前だけどね。僕は皆さんの嫌がる仕事を買って出たまでで、それが何か。嘘こけてめえ、さてはあれだろ、女子のゴミでも漁ってなんかいろいろとあれしようって腹じゃ。そっちなんだ。お前が埋蔵再開を殺した後に証拠の隠滅を図れるから朝掃除そばに立候補したんじゃねえのっていうことが言いたいわけじゃないんだ。ありえません。何をおっしゃる、うさぎさん。僕の愛は二次元限定ですぞ。まあでもこういうやつは本当にそうなんだろうからね。でもよ、よくあんじゃん、二次元では飽き足らずに実際に犯罪を起こす的な。僕は二次元に飽きたりしない。絶対飽きないだろうね。そこはちょっと信頼できるわ。僕は二次元と三次元と比較した上で、自らの意思であえて二次元を選んでいるのだ。
3次元で存在価値があるものなんて2次元を愛するものだけなのだ。あとフィギュアね。やれやれ。よく恥ずかしくねえな。そんなに山田の素行が心配ならいい方法があるぞ。男子が掃除相場の時はゴミの収集から廃棄まで大神さくらに付き添ってもらえばいいんだ。おお、それは確かにいいかもしれないね。なんだ、やましいことがないなら問題ないだろう。そうだね。くっ、こんなはずじゃやる気満々やったんかい。山田くん、そんなことよりさ、君が掃除当番ならお願いがあるんだけど。まさか唐突に仲間になると。いやいや、まだフラグが立っておりませんぞ。それはトラウマを共に解決したり、一緒に村を救ったり、または壮絶なバトルを経た後で。そうじゃなくって、山田くんって掃除当番でしょ。トラッシュルームを調べたいんだけど。よし、来た。いいよ。あ、それはいいんだ。軽っ。とにかく僕は山田くんと一緒にトラッシュルームへと向かった。最初に喋ったのがひふみでよかったね。この鉄格子を開ければよろしいのですな。鉄格子で思い出すのは、一子相伝の秘剣の伝承者が悪ガキと牢屋に閉じ込められ、その世話をしてくれた少女が言葉を話さなくて急に北斗の剣のあらすじ喋り始めたね。でその村にモヒカン軍団が攻めてくるわけですが、そこでこう鉄格子をぐにゃりとね。そんな第1話。とりあえずさ、早く頼むよ。よし、来た、任せろ。そんであれだよね、その子が処刑されそうになってるとこにバッて行ったら、声が出せないはずのその子が叫ぶんだよね。けーん、来ちゃダメーって。そしたら無言で1ページ丸々使ってケンシロウがザッて一歩踏み出すシーンがあるんだけど、それがもう少年漫画史上トップクラスにかっこいい一コマになってるっていう話だよね。ごめんね、熱く語っちゃって。山田くんはポケットから取り出した鍵を使って接合紙の脇にあるスイッチを作動させた。なるほど、鍵が必要だったんだ。の奥に来れた。苗木誠殿。はい、よもや。トラッシュルームで証拠隠滅しようとしてるのではあるまいな。まあその可能性があると思うんだったら見張っててくれ。おのれ、測ったな。違うよ、僕は犯人が証拠を隠滅していないか調べに来ただけだって。犯人は苗木誠であろう。自分が隠滅した証拠を自分で調べるだと。ってかそう思ってる割にはえらく協力的だね。え、どんなパラレルワールド。もういいや、さっさと捜査を進めよう。こいつ好きだけどあんまり長時間は喋りたくないタイプだね、マジで。調べれるところは結構あんな。このスイッチはなんだ。床にいろいろ落ちてるけどね。緑のボタンと黄色のボタン、真ん中の装置に関係してるのは間違いなさそうだ。で真ん中の装置ね、これが、まあこれ焼却炉だよね。普通にトラッシュルームの奥に設置された焼却炉、ここからあの鉄格子までは10メートル以上は離れてるな。それはともかく火がつきっぱなしだ。ほう。焼却炉の投入口の横には緑のボタンと黄色いボタンがありますな。つまり緑色のボタンを押すことで燃焼を開始し、黄色のボタンで燃焼を終了するシステムなのです。苗木誠殿もいずれ掃除当番をやるでしょうから、しっかりと覚えて帰ってくれたまえ。よおはよう。焼却炉の火がつけっぱなしじゃないですか。おかしいな、前に来た時はちゃんと火は消えていたはずなのですが。妖精さんの仕業。山田くん、今言ったことって間違いない？妖精さん？いや、そこじゃない、そっちじゃなくて、前に来た時は焼却炉の火が消えてたって。ああ間違いないですよ、僕って記憶力だけは確かなもんで。なんか来た。イケボで喋るな。で昨日当番を任命された直後に下見に来たのですが、その時確かに火は消えておりました。それ以来僕はトラッシュルームには来ておりませんし、接合紙を開ける鍵を持っているのは僕だけなのですから、火がついてるなんてありえないはずなのですが。おお、つまり誰かが接合紙を開けずにこの焼却炉の火をつけた。でもどうやって。おお、トラッシュルームの焼却炉。いやこれちょっと推理がもう結構固まってきてるぞ、俺の中で。なんか落ちてるもんな。焼却炉の前に何か落ちてる。何かの燃えかすか。おお、これは服の袖。燃えかす、かす燃え。苗木誠のってマニアックな属性をお持ち。黙ってろお前は。とにかくこの燃えかすって布だな。それにこの形状、これってワイシャツの袖口じゃないか。しかも袖口の部分に血が付着している。じゃあこれってやっぱ帰り血を浴びたからその服を燃やそうとしたってことかな。でも袖口が白いワイシャツを着てる人物なんてたくさんいるよな。これだけじゃ犯人を追い出す証拠にならないかも。おお、ワイシャツの燃えかすを手帳に記録。おお、
まあ白夜くんとかも来てるしね、当然レオンも来てるけどね。桑田くんもね。焼却炉の手前に割れたガラスの破片が散ればっている。元は丸いガラス玉だったみたいだな。ちょうど男性の手に収まるくらいの大きさだけど。むむ、もしやそれは知ってるの？7つ集めると竜が出てきて夢を叶えてくれるという、今度はドラゴンボール、少年ジャンプネタ多いぞ、うん、なんて冗談はさておき、それってよく見かけますよね、街角とかで。玉の中覗いて未来が見えるとか言ってるやつですよね。あ、占い師の玉ってこと？葉隠れくんの4作目に出てきた褐色の姉妹も持っていましたよね。おー、ドラクエ4の話。言いたいことは分かったけど、だとするとこのガラスの持ち主ってあの人だよな。確か体育館にいたはずだ。直接確認してみるか。おー、割れたガラス玉。しかしながら妙ですな。前に来た時は焼却炉の火も消えてたし、そんなガラス破片も燃えかけの布もなかったのに、どういうことですかな、苗木誠殿。そろそろ白状してもらいましょうか。いや、もう僕じゃないって。なんで僕が？あなたが犯人に決まっているのです。謎は全て解けているのです。いや、こいつその声を使って推理下手なのやめろ。この人漫画と現実がごっちゃになってるな。っていうかあれだよね、火がついてるってことはこのガラス玉を投げてここの緑のスイッチを押して火をつけたってことだよね。だから割れてるんだよね。おお。で、この服もまた多分なんかの方法でここに投げ入れたってことだよね、このシャッターが閉まってるとこから。でもそんなことできんの、レオンしかいなくない？超高校級の野球選手なんだからな。ちょっとそう思うけどな、レオン。レオレオレオ。めっちゃ犯人っぽいけどな、今のところ。なんかレオンにしかできなくないっていう、すでに犯行が。おー。